どうしたここでチャットしてんじゃないよ、ここで。あんたたちさ、スーパーチャットで遊んでんじゃないよ。ダイエットしたい。あ、ペコーラもダイエットしたいの、実を言うと。あ、おバカたちが遊び始めた。はいはい、あるやめな、あるやめなさい。あるし、今日どうしたの、なんか月曜終わってちょっと疲れちゃったの、あんたたち。どうしちゃったの。あ、ペコーラ遊ぼうとか言ってる人もいる、ペコだしさ。流れ来たとか言ってる人たちいるし、何の流れ、ペコだよ。何の流れでもねえの、あんたたちさ。これあんたたちの遊び場じゃないんだよ、あんたたちの遊び。久々だな、この流れ。久々だなとかじゃねえ、ペコなんだよな。何なんだよ、お祭りじゃないです。お腹空いたとかじゃないよ、あんたたち。あんたたちがさ、そんなことやってもたくさんあると読めませんよ、このビッグウェーブ。はいはい、おバカたち。はい、今ここにね、いるやつら。この今、スーパーチャットね、投げてる、おバカさんたち。はい。ペコノートに載っけときます。おバカリストとして。はい。初スパですじゃないよ。初スパをこのね、場で使うんじゃないペコだよ。もうちょっとなんかあったペコでしょ。なんかさ、ゲームで感動したときに、なんか、感動しました、ペコーラさんはとても一生懸命なされてたんですね、のそっちの方でやった方が絶対良かったよ。はい、じゃないんだよ。カレーが食べたい。あのさ、つぶやきじゃないから、ツイッターにしないで。ここ、あんたたちのさ、つぶやきじゃないよこれ。でも嬉しいんでしょ、そりゃな。いや、そりゃ嬉しいペコだけどさ、でも無理してほしくないな、みんなには。いや、ペコーラはさ、前も言ったけど、なんかその無理してスーパーチャットされるよりかは、全然なんか普通に毎日来てくれる方が本当に嬉しいの、マジで。モンハン感動しました。こういうスーパーチャット、あんたたち、こういうスーパーチャット、ラージャン倒したところとっても感動、こういうスーパーチャットだったな、もう感激を、わらわらわらって。こんなに小学生みたいなやついんの、ノウサギ。ちょっとあんたたちさ、初スパ褒めて。なんで、いや、初スパ褒めてって、あんたせめてもうちょっとペコーラをさ、ペコーラも褒めてから言ってよ。そしたら床にグミ落としちゃった、知らねえペコだよ。3秒ルールで拾って食えペコだよ。なんか感動しました。あ、よかった、なんかってないね。ちょっとラージャン戦とかあるペコじゃん、せめてなんか具体的に言ってほしかったね。やったー、ラージャン倒せたよの達成感のさ、ところで、なんでさ、あの前のラージャン1回戦目のやつの、あの傷口えぐったの、お前ボコボコにすんぞ。